ジャッジ CR マグニー州立公園は、アメリカ合衆国ミネソタ州区区群に存在する州立公園である。ミネソタ州高速道路61号線沿いにあり、カナダアメリカ合衆国国境からは4 0トルと地近である。スペリオル湖北岸周辺にあるミネソタ州立公園であり、クラレンスマグニーが名付けた。この公園内には、 スペリオル湖へと流れ込むブルーレ川が流れており、その川にある滝の一つである通称、デビルズケトルでも知られる。実質的には、約11億年前に形成された、ミッドコンティネントリフトシステムにある玄武岩や、流紋岩からなっている。この層はおよそ1500メートルの厚さを持ち、約12度傾いている。本公園内には、デビルズケトルと呼ばれる滝が存在する。かつて、 左側にある穴に入った流れがどこから排出されるかは不明であったが2017年にミネソタ州天然資源局が発表した実験結果によると下流において合流していると判明している。ありがとうございます。